オルホノド大臣は、モンゴル族の中国からの独立を訴える、社会活動家、人権活動家、モンゴル自由連盟党代表。日本国内では、日本ウイグル協会などと協力して、人権、環境保護運動を行うほか、講演活動や講義でも、メディア出演や、著述活動などで、南モンゴルの現状を伝えている。政治家91人。 中国の人権弾圧に抗議。週刊新潮。https コロンスラッシュスラッシュ y o s h i k e o s a k u r a i j p スラッシュ2012ス04スラッシュ19スラッシュ37022018年3月15日閲覧。未婚女性は30万人から50万人ぐらいが中国に強制連行されたウイグル人らが人権弾圧の実態を報告。 サンキビス、https、www. サンキビス .jp、マクロ、ニュース、17526、MCB1 兆7052億6224万 8034N1、HTM2018 年3月15日閲覧。チャイナ S、ニューヒューマンライツ・バイオレシャンズ・カンデマド、バイバロチスタン・リーダーズ・アット、東京シンポジウム。 ジャパンフォワード、Japan https, japanforward.com, China's New Human Rights Violations 勘で窓、by Baltistan Leaders at Tokyo, シンポジウム、2018年3月15日閲覧。ウルムチから1万人消えた、高速ウイグル人を介せ在日ウイーグル、チベット、モンゴル人らが、中国大使館に抗議でも。産経新聞。 http://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ170708スラッシュ wr1707080038-n1 ドッ html2018 年3月15日閲覧ありがとうございます。